リンゴルフをご覧の皆さん、こんにちは、夏です。カメラマンの山ちゃんです。今回は、はい、夏ゴルフボディメイク奮闘記さんにご出演いただきました。え、全部言うんですか？はい、なっちゃんです。はい、なっちゃんでお願いします。はい、まあ、これからなっちゃんには、ここ大紫ゴルフクラブを9ホールラウンドしてもらいます。はい、ミッション、ゲームと言いまして、はい、20個以上まっすぐ埋められたらアマゾンギフトカードを3000円分プレゼントしております。欲しい。まだ誰も達成してません。達成してないんかい。熱いですが、はい、はい、頑張ります。はい、ミッションゲーム456、はい、ホール終わりまして、はい、ミッションゲームどうでしょう。はい、あ、ほんとね、乗ってます。ウェア紹介行ったぐらい、あ、クラブ紹介しました、自己紹介しました、ホール紹介、ホール紹介あしたか、結構最初の方で、はい、やったもんね。待って、 1,2,3,4,5,6,7,8 個しかない。20個、半分もいってないです。やば、うず。了解です。じゃあなっちゃん、はい、上がり3ホール、はい、ちょっとパーオンしないとね。パーオンできるかな。パー3あるんですか。ショートはあるか。うん、あるある。4、3、5、うん、パーオンとか頑張りたいな。はい、あとパー、ショートのパーができたらいいんだけどな。頑張ります。ちょっと8って少ないね。難しいよこれ。すごいレベルが高いんで。なんかバランスよくやりすぎちゃったんですよね。これ変えてないんですよ、内容。だからその、なんていうの、簡単すぎちゃってもゴルフがお上手な方だとクリアしちゃうから、ちょっとこうパー多めに入れたとか、そうす。で逆にそのお上手の方がやりにくそうなイケポッチャとかそういうのも多めに入れてるから、すごいバランスよく入れすぎちゃって、そう、偏ってないから結構に難しいかも。なるほど。ちょっと頑張ろう。上がり3ホール、パー7じゃないわ、パー7じゃない、ナンバー7、パー7死んじゃう。あるよね、どっかに。ある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 。なんだっけ、どっかありますよ。佐野か、うん、うん、よよいよい、あるある。あ、でもドライバー飛びますよね。飛ぶ、うん、飛んでる飛んでる。あー、よかった。もう水っぱらになってる。シックスパッドが、シックスパッドがワンパッドになりかけて、シックスパック、パックだよね。パックです。はい、シックスパックが水ですか。水でワンパックになりかけて。踊ってなかった。なんか今踊ってました。 EMS 踊りしてました。あの電気与えて腹筋するやつ。そうそうそう、もう一回やってください。EMS 入りました。オン、ピイーってやるの。何だそれ。なんか EMS つけながらサーキットやるらしいです。サーキットトレーニングするとめっちゃテンション上がる。この人とか言っちゃった。いや、マジ気持ちいいんだって。すごい、やばいよ。ただのやばい人だって。いや、やばい人だよ。ただのやばい人だって。でも好きな人好きだもんね。筋トレね。よし、そんなことやってる場合じゃない。あー、落ちろ落ちろ。落ちた落ちた。あー、よかったよかった。よかったよかった。ね、ちょっと全然ダメやね。食事とかも気をつけてるんですか、その、うんうん、あのトレーニング。ああ、そう、ガチでやってた時は結構気をつけてました。今はそんなにこう、うん、あれ量気をつけるぐらいで、バランスいい食事みたいな、バランスいい食事メインでやってます。で、私、家族の中で私だけなんか異様なメニューになってる。ああ、なるほどね。オリジナルメニュー。そう、健康メニュー食べないんだもん。まあそうだよね、子供が。確かにそうだよね。旦那さんもそうだよね。うん、お子さんもそうだよね。私なかなか、そう、私、野菜、鶏肉、味噌汁、子供、フライドポテト、かわいい、唐揚げ、かわいい、チャーハン。俺みたいだ。差が
お、どうや、いいよ、あ、いい距離感、あ、めっちゃ転がってるね、うん、あんな転がっちゃう、まあまあでもいいじゃないですか、はい、よきよき、すごい転がった、7だからかな、キワキワ、ナイスです、はい、めっちゃ下ってんのか、目印あそこ、いざ、あ、早く曲がった、全然、うん、こう行くと思ったんだけどな、ナイスです、やったやっと入ったよ 笑ってからの泣いてます、やばい、めっちゃ嬉しい、全然入らない、ボギダブ祭りよかったマーライオン、よくあるなんかあのタイどこだっけあれ、マーライオン、シンガポール、シンガポールか、まあ、あの噴水、これどうなの、これサムネでしょう。なっちゃんがオッケーだね。オッケーです。じゃあネタ枠で。ネタ枠でお願いします。あ、ちょっとな、アラフォーがネタ枠でいいのかしら。マジで。あ、なんか来てるよ。あ、本当、うん、あ、じゃあいきますか、はい。ありがたいことに質問6件もいただいてまして。ありがとうございます。最近のおすすめなゴルフ場ありますか。です。そうだ。なんか私近場しか行かなくて、まあ、理由としては保育園の送迎があるので渋滞しないとこ、そうだね、まあ、読めるとこね、そう読めるところなので、茨城メインで行ってるんですけど、この前行った霞ヶ浦国際カントリークラブが本当近くてアクセス良いし、クラブハウスがすごいなんかねアーティスティックな感じで、景色がすごい良かったんで、最近行った中では私はおすすめです、うん、はい、確かに常磐道で土浦ぐらいだもんね、そうめっちゃ近かった、筑波と土浦ぐらい、うん、じゃあ2つ目、ゴルフの時の暑さ対策何してますかなんですけど、私は凍らせたフルーツ、スイカとかパイナップルをグサッと刺して持ってったり、あとはキリートレモンのチューチューするやつ、今日持ってこなかったの、それを凍らせて飲むとめっちゃ生き返るから、私はフルーツ凍らせ系、チューチュー系を凍らせ系がおすすめです。こんなんでいいのかな、うん、全然 OK です。食べ物の好き嫌いありますか、大食いしますか、ありがとうございます。めっちゃ食べ物は大好きなので食べます。好き嫌いはありませんが、食事制限してるので油物はほとんど食べません。あ、なるほど脂質制限かしてますんで油物は控えてます。でも普段は土日は好きなもの食べてます。続いてありがとうございます。コスメ系でカートバッグに必ず入れておくもの、そうだな、コスメ系だとリップは絶対入れてて、そう、こういうティント系のグロスはすごいゴロスの時に映えるんで私入れてますね。唇色を入れるだけで写真映えもするんで絶対入れてるかもありがとうございます。次、ゴルフを色で表すと、だって、なんだろう、5、4、3、2、1、何色ですか、青です。いや、青空がやっぱ映えるから、今日はね、時間帯があれだけど、鮮やかな色がイメージかも、グリーンの色だったり、空の青だったり、自然の色がすごい癒されるなって思います。ありがとうございます。次、ゴルフで一番の思い出は、一番って難しいですよね、なんだろう、100切り
そりゃそうですよね、確かに確かに、うん、確かにもうベスト更新とかね、そうそう、ベスト更新がやっぱ嬉しかったかな、うん、最近で言うと。でも全く同じゴルフって絶対ないから、ラウンド全部が思い出な気がするまとめましたまとめた、私すごいまとめたありがとうございます。なんかお忙しいのに質問いただきましてありがとうございます。ありがとうございます、はいはい。まあ、こんな感じで、あの撮影の時にいきなりこう上げるんで、うん、ちょっとお時間があった方はここぞとばかりに聞いてみたいこと聞いてみてください、ね、すごい嬉しいですね、もらえると、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、150ドライバーで打ってきます。あっちなんだね。あー、これ結構きついね。うん、きつい、飛ばないと、うん、崖も。でも普通に当たれば絶対あれ超えるからさ。うん、ご飯度は、うん、まあまあでも崖越えれば全然サブグリーン、サブグリーンに行ってしまったぜ。ちょっと越えたか。うん、まあまあまずあそ、はい、ね、これ大きいペナルティじゃないから、はい、谷越えで。お、いいんじゃない。うん、あー転がる。でも打ちやすいとこに止まったと思います。うん、そうですね、また同じ距離いつも。はい、あー、悔しいぜ。ねえねえOK、OK っすねえ天は起きました。はい、はい、これがね、ダメなのよね、最後の決めがにゅるりと。最終ホールです。はい、頑張ります。はい、でもこの質問はありがたいんですよね。うん、ほんと全部読んでもらったんですけど、僕が聞いたこと以外のことでしたもんね。うん、そうですね、確かに、ね、気持ちよくかぶんなくてそう、だから多分そのいろいろなことが聞けると思うから、うん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 、すごいいいなと思ってね、すごい嬉しい。だって 2,3 時間前ですもんね。うん、投稿したの。うん、すごいわ、ありがたやです。よし、じゃあ最後です。パー5ロング、最後ゴールが遠い。まっすぐ行きたいな。よいしょ。うん、やったー、まっすぐ。ちょっとラフだけど、うん、OK よかった。噛み合えばでもスコアがちゃんと出そうですよねなんか結構ほらドライバーが苦手な人とかのが多いから、飛ばなかったり曲がっちゃったりって、はいはい、今日はパットがひどいですよね、うん、大祭りでした。微妙な距離残ってますよね。そうそう、なんか適当に打って入る距離じゃないから、うんうん、なんかいやショートゲームですね、大事な。深っ葉っぱさんが元気だよ。葉っぱ深いよ。あ、深くないか、大丈夫か。そういうことか、ラフね、ラフ、ラフ、ラフが元気、元気さんです。うん、確かに結構怪しい、強い粘りがある。これ怪しいぞ、怪しい、いけっか。あ、いける。うん、うんうん、当たった。よし。ゴルフと筋トレ以外に趣味ってあるんですか。ゴルフと筋トレ以外の趣味今あるのかな。私サーフィンとか。サーフィン、海遊びは好きで。あ、じゃあ結構アクティブなんですね、はい、そう、あの外自然の中で遊んでる系がすごい大きいかも。確かに確かに、釣れないです。サーフィンはもう10年以上やってるかな。すごっ。はい、ロングボードですけど、サップとかかな。水着を集めるのが趣味で、すごいお金をかけちゃうのが水着選び。
2、3万する。おお。面積少ないの。なるほど。元水泳部なんで。ああ、それだからじゃないですか。そうそう、なんかね、それはあるかも。あっ、なんか砂遊びも好きそうですよね。砂遊びなんかそうだね。お砂場遊びはちょっと私娘と遊ぶのも得意ですよ。砂遊びも好きです。得意です。一ホール目も入ったし。はい。ああ。ナイスアート。砂場遊び得意だね。届くか。おお、超近いんじゃない？あれ。近いかな？いいんじゃない？意外とショートコースが、ショートカットか。アキー、恐怖のパターが始まる。さあどうだ。おお、やば。プレッシャー半端ない。あとちょっとだったらもう OK レベルだった。 OK レベルだったね。丁寧にいきましょう。丁寧に。はい。舐めたくない。舐めたくないよ。よいしナイスターです。イエーイ。ラストやっといきました。辛かった。今日めっちゃ辛かった。笑いすぎ。いいじゃん。笑いすぎ。よかったよ最後。ありがとうございます。はいはい。って感じで今回は夏ゴルフボディメイクフットに最後も引っ張るね。ダッサ。ご出演いただきました。、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。元になっちゃんです。なっちゃんです。はい、スコアですね、ハーフで54でございました。はい。でミッションゲームはね、クリアした数が12で、はい、かける4ポイントなんとで、なので48ポイント。クリア条件めっちゃ高くないですか。いや、優しくしたいんですけど、無理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 。あのこの前に出た方とかとちょっとこの、あの差が出ちゃうんで、はい、それでしばらく行こうかなと思ってます。かしこまりました。すいません。はい、ありがとうございました。ちょっと喋りながらするラウンドが初めて。確かにそうですよね。はい。はい、ちょっといろいろな意味で、あのいい経験になりました。ありがとうございました。また機会があればぜひこういう撮影も呼んでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、まあ、あとはそのなっちゃんのママゴルファーさんたちのイベントとかやってますんで、はい、まあ、どこかでそういうのもなんか取材とか、はい、まあ、あとなんかこうタイアップみたいにできたら、そうですね、いいなみたいな風にも思ったんで、はい、まあ、ちょっと実現するかどうかは分かんないですけど、うんうんうん、もしそういうのもありましたら、はいはい、ぜひまた出演兼ねてお願いしたいです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで今回は、はい、なっちゃんでした。はい、ありがとうございました。はい。